リフフ。ドーナツ凍らせてみました。え、凍らせた。はい。え、何やってんの。カッチンカッチンです、これ。ガチ、イサティガチ。ねえ、もうやめて。え、じゃあテレビでやってたよ。そう、凍らせたらめっちゃ美味しくなるっていう。ならないよ。どれから食べてみて。はい、これ、どっちがいい。こっち。あー、凍らせて美味しくなるおすすめのドーナツを買ってきました。そう、あのさ、カールさん、このドーナツ食べてもらって、はい、このドーナツも。これは食べてみてよ。いただきます。あ、もう冷たいね。なぜなら、凍らしてるから。じゃあ、うん、あ、うまか。どう、普通の方がうまいね。いや、まあそれは個人の感想なんで、冷たい、仕方ないですけど。そうなの。テレビでな、夏はこの凍らせドーナツがめっちゃ美味しいって。大ちゃんはどう。このドーナツ表面食べてないから元の味がそんなに知らない。あ、なるほど、比べられないと。で、比べないでどう、感想。うん、普通にうまいけど。ああ、じゃあいいや。うんうん。マミーは美味しい。なんかシューアイスみたいっていう感想も聞いたことあるんだけど、うん、どうですか。分かる。シューアイスって何。え、シューアイスもあんま食べない。それあれ、美味しくない。美味しくない。チョコがなんか味あれ、サクサク。いや、まあ生クリームじゃない、生クリームがアイスっぽくなるのかなと思ったけど、凍らすことによって、だからシューアイスみたいだねっていう。あれ、落とした。何、そんなとこにもう聞いたんだ。奇跡のキャッチすなよ。ウェッティ吹いといた味。結果汚いから。そう、結果汚いし、2個目は食べたいと。いや、うまいんかい。美味しいよね、これでも。エンゼルクリームチョコがの方がいい。これ見て、こんだけ生クリームやから。ああ、これは分かりやすいんじゃない。どう、チョコがない方がいい。チョコがない方がいいと思う。ないよ、味しないもん。ないよ、ナイフみたいな味してる。ほら、声ガラガラすぎて。粉雪みたいなの入ってる。粉っぽい。シュガーパウダー。はい。粉よ。はい。注文1個していい？アクエリアス。関係ないよ。これ見てさ、ハムキどうやったか。なんで？いいけど。ハムキの？大丈夫。なんでなん？食べにくい。あ、そう。大きい。はい。いただきます。めっちゃついてた。持ち上げて。いただきます。はい。あ、おい、おいしい。あ、お茶飲みたいけど、お茶合わへん。はい、どうぞ。いや、クエリも合わへんと思う。いや、合うねん、それが。あ、合うねん。なんか食べる。ひじつくの。どう。こっちの方が美味しい。なるほど。あっちの方が美味しい。分かれた。チョコがなってあるのこっち。だってこっち。え？はい、こっちチョコありとチョコなし。チョコなしがいい。好きなのっていいよ。チョコなし。なしか。じゃあ、はい、チョコありどうぞ。チョコ味しないじゃん。チョコめっちゃ美味しいじゃん。へぇ、なんとか味しない。あ、うん、味のシンポニー。皆さん、知らない人がいたらよかったら試してみて、うん、ドーナツを凍らして、うん、食べる前に10分ぐらい解凍して、うん、ちょっと半生で食べるゴーみたいな。そう、水晶ドーナツっていうのがあるみたいか。ミスド公認の。へえ、だって、うん、発表されてるから。よかったらチェケラッチョしてください。チェケラッチョ、ハゲラッチョ、チェケラッチョ、ハゲラッチョ。
ちゅうがらっちゃう、はやらっちゃう。いや、お前もカッパだろ。ガンガラジオ。